バリッパワーがあんだよな。ケンイチとヤマト、ケンイチとヤマト、ゆるゆる感じで始めていきたいと思うんですけど、本日、オフの日ということなので、はい、そう、家にいればいいんですけども、はい、ちょっとやることもなかったから飲んじゃおうと飲んじゃいましょう、うん、で僕らの3人で、うん、あの会社をやってるんですけども、はい、そのうちの1人が、はい、すごく出るの嫌がってたんですけど普通に呼んで急に回ってるのを今そわそわしてみてますじゃあ早速登場していただきましょう。あどうぞ。僕らをこの背中からこうやって操ってる、うんうんうん、こうやって上でマリオネームのようにフィクサーのアンダーさんです。アンダーさんです、お願いします。お願いします。たまにね、動画にはちょっとカツオ界にはよく出てたんですけど、シルクさんに取られちゃったんでみっちゃんが戻りバトルやろうねって言われてたから楽しみにしてたら、まさかのあれシルクさん出てるおかしいよね。会社の飲み会行きたくないみたいな人たくさんいるじゃないですか、うんうん、僕たちも3人大人数で飲むことあるけど、うん、3人で事務所で飲むの初めてだから。初めてだね。そう、うん、そこちょっとね本性が出るかもしれない。俺が本当は嫌いだなみたいなここバチバチだったりまあ、そんなところもね、はい、うん、ちょっとあのお見せできたらと思いますので、はい、ゆるく飲んでいきましょう。よし、お願いします。ちなみに今日はお米の焼き肉ビフォー。バックさんいつもありがとうございます。初めて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 買ってきて、このね鉄板をね事務所にこうやって置いたけど、ね、お好み焼きってこのまま初じゃない。そう、初。あ、そうなんだ。うん、しないじゃない。ごめん、ちょっと建築に作ってもらいましょう。お願いします。お願いします。社長、社長ちょ、こんな時は社長お願いします。お願いします。とりあえず飲みましょう。飲むぞ。飲むぞ。ほなほな、乾杯のビールを注いでいきましょう。お願いします。お願いします。飲んでいきましょう。行きましょう。山さん、今日のビールはこちら何が入っているんですか。今日はですね、リパブリューのウエストコーストピルス。はい、はい、アンダーさんどうぞ。いや、オフで何しようとしてたんですか。いやもう言えないよね。とんでもない話。じゃあ根本君、それではお願いします。いいですか。では初めての3人で事務所飲み会、はい、楽しんでいきましょう。キャビンキャビン。ちなみにアンダーさんもめちゃくちゃ飲みますからね。ワンチャン一番強いもんね。とりあえず刺身食いましょう。うん、最高ですね。マックスバリューでやってきましたね。結構うまいよね、マックスバリュー。うん、うい、自分の自分の使ってるんですよね。中トロに近い赤身とサーモン、イカ、ブリ、カンパチかな、どっちか。カンパチか、ブリかな。じゃあいただきましょう。じゃあ、いやー、1月も終わりますね。で、怒涛だったね。怒涛でした。忙しかったね、本当に。そうだね、イベントもで超楽しかったですね。楽しかったですね、うん、僕ら横でね、結構イエーイキャパーイみたいなやってる横でアンバーさんずーっと接客してね。接客して、うん、ゾーンに入ったから。うん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 うまっ。いっぱい最後役割で言うとね、うん、僕らは YouTube とか、うん、SNS をやってて、うん、でアンダーさんがその物販とか、まあ、そういう
あと卸先とのやり取りだったりとか、うん、まあ、そういうのをやってますもんね。そうなんですね、うん、本当に裏、俺らができないようなことをやってる感じなんですけども、うんうん、あ、そうですね。イベントどうでした？大変でしたねあんなに並ぶなんて、ね、いやー、だって、ね、プラ作でできましたからね。ね、まあ、確かにね、そうそうそう、うん、交通整理してもらっちゃってね、うん、そうそう、ちょっと申し訳ない部分もあったけど、うん、で、僕はただ酒飲んでたけど、スキバイー僕はそれを撮ってますか、スキバイー。まあ、総じているのはみんな酒くずです。そうですね、うん、ありがとうございます。飲まれる方ですね飲んで飲まれてダメなやつ、みんな飲まれてるからね、いつも、うん、会社の飲み会とか行きました？あ、前の昔の、うん、あ、それは行った行った。コロナ前なんか、うん、1ヶ月に2回ぐらいは絶対にあったのか、何人ぐらいでやるんですか？場合によるけど、あっす、あたす、でも多いともう50人。すごっ。以前は僕ですか、はい、普通にドカッとやってましたこれフリートポンプやってました。うん、大変そうだね、フリートポンプが。いや、でもどんな職業なの？大変ですよ、確かに。なんか楽っぽく見えるのもあるけど、うん、そうだね、やってみると本当に大変なことのが多いじゃないですか。ね、フィールドも大変なんですよ大変なことだった。すげえ大変ですよ、ね、もう全部アナさんアナさんうちらね、ヘラヘラ飲んでるだけアンダーさんやったもんね、やっていけないですよね、僕は。いや、本当ですよ。細かいメールとかも、ね、撮影しちゃってると全然できないもんね。うん、返事が全然返ってこないもんね、うん、あ、撮影やってんだなと思うから、うん、集中して飲んでるね。そうそうそう集中して飲んでる、ね、集中して飲んでる、ね、集中しちゃってますからね、もう。クンディーズ飲んでる。早い早いそうだろ。ありがとうございます。さすがどうなんだわ、アッパーまで行くよこっからのね、下がって上がって分岐点超えていく。でもアンダーにいたら上がるしかないです。上がるしかないこんなにいじってますけど、僕らの1個ですから。そうなんです、そうなんです、そうなんです、まさかのね。はい、ありがとうございます。はい、ちょこいちょこいちょこいうわ、天かすくせなんかあの、聞いてましたね。天かすじゃなくて、その桜エビ。そう、桜エビ、桜エビ。何が天かす？いいよ。僕らのコンプライアンス研修受けてる、うん、アンダーさんと違って。アンダーさん受けます？今度。いや、受けたら案内が。受けとかない方がいい。受けとかない方が。ウームってとこに、ね、僕ら所属してて、うん、コンプライアンス研修っていうのがね、年に2回あるのかな、2回ぐらいあるね。まあ内容としては、うん、そのなんだろう、クリエイターのとしての在り方、うん、あー、なるほどね。で、もう一つはその刑事事件とかになった時にはどういうふうにすればいいのか、うん、なるほど。まあそもそもそんなことがあるからちゃんとした大人になりましょうまあね、ざっくりざっくり言うからね。確かにそれは年に必要だわ俺ら年に必要だわ。そうですかね。やばいやばいやばいってコンプライアンス会社見てるあー危なかったどうも戻りだろまだコンプライアンス会社ギリギリすぎるでしょヤグムさんはそんな感じで抑えなってますね。そう、抑えなっております。ありがとうございます。お世話の成り方がおかしいコンプライアンス順守ってるんだよな。天竺君、僕もビールください。はいよ。ヤマトウォーカーしちゃってるけどヤマトウォーカーいやー楽しいですね。楽しいですね、盛り上がってきちゃいましたね。ガラですもうね。ジンギスカンも買いとしくスイッチ入っちゃってるやばいね。スイッチお腹空いてるお酒マンスイッチ入っちゃってます。入っちゃってます。いいよ、どうぞ。それじゃあ焼いていく。おはよう。これ引っ張り引ってここと。突如始まる。人の話聞かない。うん、それにしても事務所に鉄板って今やっぱすごいよね。改めて見ると。うん。やっぱ盛り上がるじゃん。うん。うん、
結構お客さん来ることが多いから、確かにここで盛り上がってほしいよね。そうね、これは盛り上がるわね。よっしゃー、うまそう。食べるだけだったら何でもいいんだけど、うん、頭ずついっちゃおうか。いいね、お好み焼き。よいしょ、ね、あー食べた。昼に俺とヤマト、あの、あんたさんに業務連絡した後に、うん、びっくりドッキリって、これあの、エッグバーグディッシュの 300g 食べちゃったんですよ。まあまあ食ってるじゃん。まあまあ、俺150に抑えたけどね。そうそうそう。ちなみに俺、ビッグマックとヒデキバーガー食ったけど。あの電話した後はおいおい、やってんな。やってんな。もっとすごい人いる。アンダーさんと僕いつも、福井争いしてるんだよ。お腹ね。お腹の。手間くんの方が身長が高いから、うん、俺の方が体重が低いことが普通じゃん。でも俺の方が高いんだよね。うんうん、それが悔しくて。ずーっと痩せる痩せる言ってるんだけど。そうそうそう。でもそんな言ってもそんな身長感、アンダーさん176?7?7?7。1センチしか変わんないじゃん。そう。え ?78。78.8 ぐらいだから、9。自社購入して180ですね。そうそう。見えないじゃん。俺ね、あ、出す出す。これも175だから、自社購入して180です。長身の会社ですね。イケメン長身。誇張が止まらない、ね。誇張がやばい。なんか黒髪になりましたからね。そうそうそう。可愛いでしょ。見てびっくりした。ね。可愛いでしょ。可愛いよね。チャーって感じ。どっちがいいですかね。チャだね。あ、チャの方がいい。結構いろいろコメントももらったりしたけど。何で黒にしたの。いやもう本当別に何の気もなく、うん、美容院行った時間がもう19時過ぎてて、さすがに今からブリーチかけるの嫌だなと思って、やべやべ、だからなんとなく黒にしたって時間がないから髪黒にしちゃった。そう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 。すげえ理由だな。またなんか変なね、陽ちゃんみたいなようになってくるかも。急に、はい、おっすー。そうそう、うちの会社割と自由なんで。そうだね。確かに爪も髪も、爪も髪もピアスも大丈夫。ピアス開けるかそんなに俺か。めちゃくちゃ耳たぶちっちゃいね。確かにね。チンチンも小さいしな。チンチンはあんだそれちっちゃいから。やばい、やばい、笑ってんじゃねえよ。認めた、認めた。まあみんなどんぐりのせいくらですけどね。そうそう、ね、どんぐりじゃねえからな。合ってないようなものですよ。じゃあ超どんぐりだよね。そうだね、見えないもんね。言い過ぎです。可愛い。ごめんね、ごめんね。でも実際みんな間違えてるから、みんな間違えてる。そうそう、仲間だから。この前朝めちゃくちゃ面白かったんだけど、ちょっとコンプラに聞かれて。これ大丈夫だ。そんなにいいんだ。さすが梅影さんは広いな、懐が。社長に乾杯。乾杯。ありがとうございます。呼び出されるよ。生徒指導室に、ね、呼び出されて、生徒指導ですよ。行く行かし行く。お願いします。よいしょーい。よいしょーい。まっすー。マキシモ。マキシモ。乾杯。いやー、アンダーさんのスピードが速いよ。おい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 、やばいやばい、おい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 、アンダーさん初めてやるんだけど、俺、あの、ちなみに奥ないんで気をつけてください。奥ない？あ、もう泡がない、泡がない、泡の、あのスティックの方、これ手前に注ぐしかないですよ。クラフトビール用なのかなんだか分かるけど、なくなったかも。え、お、ほら、おお、なくなった。おめでとうございます。浮かせアンダー、かっこいい、バカ楽しそうじゃん。バカ楽しそうじゃん。これが会社の飲み会か。アンナさん、ソースは少なめ多めどっちですか。多めですね。ドバッとお願いします。あ、アイボリー、行くぜ、飛ばすぜ。
すごいな。初めてやった。初めてやった。勝負だよ。勝負だよ。やば。やば。しかも今の、さっきびっくりドンキーでマヨネーズ買ってきたのに。うん、しかも脂肪ないやつにしてる。あ、そうなんですよ。アンダーさんのために。うわ、綺麗なトレーニングできた。うわ、甘い。どうせかけちゃうんだけどね。今日は静岡おでんの友で、うん、魚粉と合わさですね。うわー、おいしい。おいしい。たまんね。よっしゃー、多めに。はい、アンダーさんどうぞ。そういうスタイル、1枚飲むし食うし。やばい。ちんちん小せし。ちんちん小せし。暴露すんなくて。やめて。時期バレる話なの。誰かに見られる。乾杯しよう。はい、乾杯。うん。はい、よし。おお。あー、お酒がいっぱいあるんで使ってください。カップもたくさんいますからね、こっちは。28度ありますから、地球に食べていきましょう。いただきます。うまっ、うまっ、うまっ。うん、またカリカリになったね。うん、うん、うん、お好み焼きだ。うん、すごい。うん、アンダーさんに収穫ですね。ね、やばいやばい。うん、いくね。おいしい。あ、これ終わっちゃったんで。あ、おちょっとビールありますか。あるんです。あるんです。それではこちらでいきましょう。おい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 。我らが伊豆の国市二年まで製造しています、ハンシャルビアさんとのコラボ、お酒マン IPA でやっていきましょう。あ、でもアンダーさんゆっくりですよ。僕から今、はい、アンダーさんが追いついてるんです。そう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 。フィルズフィールドの募集要項に酒が飲めることしたよ。募集。アンダーだちアンダーだし2番いった違うか、2番じゃねえか。皆さんいつもありがとうございます。ありがとうございます。キャバイキャバイ。あアンダーさんビールのシーン狙ってます。こっそりと。でも二国までですよ。二国までじゃないと怒られますから。あ、そうなんだ。コールの案件は厳しいから、うん、え、そうなの。うん、で僕らゴクゴクしちゃうから、うん、案件来ないっていう。我慢しますので、よろしくお願いします。案件頂戴。二国までにするんだよ。二国で飲んじゃうんですよ。ガボーガボー。買っちゃってる。顔はやばい。相変わらずうめえな。IPA うまいんです。おいしいねー、うん。デザインも最高だし。ね。ヒロコン。なんといっても僕らの地元。そう。ね。生まれ育った。バンドで作ってるから。うめえんだよな。うめえんだよね。いきなり電話かかってきたんですよ。うん。うん。第一声なんだと思います。暇ですからね。なわけねえじゃん。暇ですかね。暇ですか。何ですかこれは。これも今食べないと食べなくなっちゃうんで、 SDGs を気にして、うん、カーボンニュートラルです、ね、そう。鶏皮焼きの千切りキャベツを、うん、こっちを割っちゃって。おーおーおお、いいですね。いいですね。なんだか分かんない料理ができてます今。おお、上いくんだ。で、そのこっちを上にしようかなと。あ、これを。はい。いや、これ何の料理でもないですよ。うん。でも普通にうまそう。これも。うわー、広島にありそう。あらか。あらか。でもなんか鶏皮だからね、これ。鶏皮のキャベツ。キャベツエッグ卵。じゃあ、でゴー。一緒に食いましょう。いただきます。お願いします。終わっちゃって。じゃあお願いします。お願いします。じゃあ
カンパイだしアンダーだしアンダーしアンダーしアンダーしなんか味は自分で調整してるマジで なんでもない料理だなんでもない料理がうまいんだよ普通に美味しいよまた僕ら舌肥えてます、うんうん、相当ね外で食べてきてます、うん、なるほどねドゥあ、違うわうまいーバカスーゴイゴイスーだーうめえうめえ、うん、普通にうめえぞこれちょっとアンダーさんの真骨頂のお金の系もちょっとやりたいですけどね、僕はやるかーこんだけ酒あるんだから確かにね緑の液体がないぞはい、あ、ネグロはあるよあ、じゃあネグロで行きましょうね、それやろうかお金のね、ネグロちょっとスパイシーなうん、ね、同じ薬膳系でもさばいていこう何で割るかんコンプラです。クバルー。危ねえ。セーフ。今キャンパー行ってたんですよ。そうでした。そういう感じなんだ。とりあえずアンダーソンの大好きな。やっていきますか。こちらです。ネグロ。ネグロですね。ネグロ普段あんま俺はないけど ね。でもめちゃくちゃ美味しいんだよね。カレロさんと飲むときは。いつも出してくれるもんね。ね、そう。なんか社長が結構カクテル出してくれるもんね、ネグロの。ね、そう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 。俺アンダーさんにしようかな。川上さんうちだからな。おい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 。アンダーさんし。いけるか。上手ね、アンダーさん。ああ。オカレロをやるために生まれてきたようなところ。やって飲んです。あら綺麗。このパリピ酒とかっていう風にくくられちゃってるけど。ああ。まだいける。全然普通に楽しいし。ね、盛り上がるよね。そう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 。よいしょ。四つ払ってますね。今めちゃくちゃ角度がね。角度がね、大変なんですよこれ。あいい。いいんです綺麗だなちょっとスパイシーなネグロとオレンジジュースでいきましょういきましょうはいはいどうぞありがとうございますわあ美しいねいいんだよねほらほらアンダーさんによろしくお願いしますはい今日は初の会社飲み会でこんな素敵なパーティーを開いてありがとうございます。乾杯！乾杯！ああ、うまい。帰ってきた。帰ってきた。ね、やっと。チェイサービールでも。チェイサービールであの、うん、メインでここまで。うん、バカバカだ。アルハラになってますかね。みんな上昇志向だ。どうですか楽しいですかめちゃくちゃ楽しいよね久々の飲み会は久々っていうかやったことないもんねこの事務所で3人はないっすねえでも3人で飲み会ってあんまないよね年末のねえそうだよね急遽忘年会的なことして仲悪いんですよそうなんですよそうなんですよバチバチよいやじゃあ殴り合いねそうだよ殴り合い吸い合いで殴り合い吸い合いバチバチなんだこれが見て見てめちゃくちゃ行楽ローズになっちゃってるちょっと待ってあの俺なんか探してるんだよ今探してるものがわからない探し物は何ですか見つけにくいものですかネグロがカバンの中もなんちゃらの中も見つけたんじゃらかんじゃらかんじゃ開いてねえんだってまだ開
よ。それってあなたの意見ですよね。広いよ。あれは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 すいません。すいません、申し訳ない。まあ、ゆっくり飲んで、うん、楽しんで自分のペースで。これはまあ、チェイサーなんで、うん、そう水でもいいし。まあ、何今の紐待って、話が違うんだけど。お疲れ様です。お疲れ様です。グッテイス。スパイシー。スパイシーだね、うん、スパイシーだけどそれにオレンジジュースが、ね、そうだね、うん、いい感じ。大人の、あ、カシオレも大人だった、うん、もうカシオレみたいな感じになるよ、うん、確かに、うん、美味しいね。確かにね、うん、ネグロ。もう向こうで言ったりするね。うん、そうだね。いいよ、しましょうか。はいよ、キャバイキャバイシー。いや、ほどほどに済ましたこと思ったのにな。なんでね、タワーがあんだよな。ね、移動してる時に仕切り直しのカットを取るからって言って今みたいなことをやっといて、これなんですよ。買ってんだよな、この会社。やべえわ、ね、この会社やばい、ね、ゲーム。え、何それ。あ、お金のの、お金の出た出た出た。今回お飲みするのはこちら、コカレロネグロ、ね、タワー下がレモン、オレンジジュース。オレンジジュース、オレンジジュース。これをこの引いて、うん、出た人が飲むと、飲むと。ちょっと箸で自分の陣地を決めましょう。オッケー、オッケー。お願いしますよ。じゃあ山田さん、俺ここです。おい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 。いや、僕はここあ、じゃあこっからここアンダーさん。リズムの沈みがこんなひよってるって見たくないですよ。こんな見…じゃあ本当分かりやすく3等分でいくよ。はいよ、これでいきましょうか。これでいきましょうか。どうですか、はい、オーケー。あー、いいですね。飲めなかったら、うん、飲めないって言ってくる。そう、お酒がね、無理に飲むもんじゃない。そうそうそう、楽しくなっちゃうから。そうそうそう、それはちょっと前提として、うん、いきましょうか。飲めない人に飲ますのは一番かっこ悪いですね。かっこ悪いですね。はい、じゃあ僕から回させていただきます。お願いします。お願いします。じゃあこれ今確認してもらって、みんな割と3等分で、何も何の意義もないよね。意義ないし。メルセデス。いきます。メルセデス。いきますよ。おおおお、ハラハラする。回るね。結構回るね。回るね。おいおい。あああだし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 。これがうちの裏方フィクサーのアンダーです。おいさまでーす。いきまーす。トゥルトゥルトゥン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 。あ、やだーしー。あー、これこれ。ちょっと待って、いきます、いきます。トゥトゥルーわーしー。いただきまーす。やだーし。ちなみに超酒強いんで大丈夫です。はい、じゃあアンダーさん、はい、お願いします。待ってこれ、いや飲みてよね、こっち。飲みてよ。ちょっとちゃんと回して。いくぞ。なくなっちゃうから。ああ違う。これは来るね、これは来るね。あたしー。うまーい。え、休憩するか回すかでしょ今。回しますよそれは。お願いします。さすがに飲みたいよ、ぼちぼち。うん、うわぁ、まっ、あたしー。ちょっと待って、おかしい。俺愛されてる。俺愛されてるかもしれない。お金を愛し、お金を愛さ、お金を判断し、愛に愛されて愛に泣く。何何その何その木。それだ。されて愛に泣く、愛に愛されてまた愛に売られ。ちょっとさすがにそれはきついわ。休憩するか回すかですよ今。いや休憩しよう、休憩し、休憩しよう。あ、まあそう回すか。いやマジで飲みたくなってきたもん。ね、ね、いきまーす。はい、
自分の広げた。ちょっと待って待って。これいやじゃあ水にしとく。水入れよ。これに水入れてくるよ。あ、うん、マジで。美味しいから。まあ美味しいんだよ。いただきます。いただきます。ナイスモンバー。はい、チエサチエサチエサ飲んで。乾杯乾杯。一回そうだね。危ねえ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 。おおおおおおお。いやー楽しい。いやー飲みたいな。もう飲みたいね、そろそろ。飲ませたいよ俺。おかしいよ。だって、俺なんか。もうないじゃん。一個しかないよ。もうなんで？ない、ないよ。もう行きます。お願いします。来い来い来い。俺に来い。俺に来い。なんかの勝手なんだよ俺。おかしくね？おかしいって。6分の6って。いやでもあのマジであの。こういうの良くないんで水にしますか、どうしますか、ちょっと飲ましてくださいよ。まあ飲ましてくださいよ。もうじゃあいただきまーす。乾杯。楽しい夜ですね。ヤンダさん本当に気をつけてください。お水も飲んでくださいね。いや俺特別な訓練を受けてるんで大丈夫です。俺まだ入ってる。あるね。意外と美味しいですね。こんだけアルハラ受けたのあるよね。そうよ。これがヒルフィールドなんですか。楽しい会社でやってる。楽しい会社ですね。社長ありがとうございます。ありがとうございます。アダさんなんかヒルズフィールド3人やってますけど、うん、なんか展望教えてください。展望がめちゃくちゃ。うん。Ha ha ha!